ラブラブラブ板チョコ板チョコ。改めてご紹介させてください。今回出演される吉沢亮さんです。よろしくお願いします。ラブ板チョコってことで、ズキュンってなんか胸を打ち抜かれた気分で倒れ込みながら、ちょっとすごいややこしいんですけど、かじりつつかじりつつの胸打たれてるんで、こっから風を当てるんで、そこがバーッと出てくる。そこを右手で持っていただいて、移動が痛かったのはコードが痛い。左手は胸の辺。ああ、分かる。こうはしなくていいんで。4番。よーい。スタート。はい、カット。カット。じゃあいきます。3番。よーい。スタート。完璧じゃないですか。完璧じゃないですか。今の完璧じゃないですか。プレダックします。お願いします。お願いします。で、割とシリアスに見る。よーい、スタート。いいですね。続けてもう一回いきます。せーの、はい、せーの、はい、はい、OK、カットします。カット。いいですね。いい、はい、何、始まりの予感を。スタート。1、2、3、4、5。カット。なんかいってます。最初はでも驚きさっからなんかみたいな、ちょっと表情が変わってください。せーの、はい。おー、いいですね。あと、チェックします、チェックします。はい、すいません。はいね、澤部さん入ります。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。澤部さんがスカートをこう、銀色のスカートをこう、で、これこうかかるとちょうどチョコレートみたいな感じの銀紙の。で、ちらっと見てボロンって転がると、スカートがこのままこう上がってってチョコが見えてくるみたいな感じで、板チョコ、ラブ板チョコって書いてます。浜辺美波さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、奥に。ありがとうございます。なので多分しゃがんで、しゃがんでもらうと後ろからラブのミプラスさんです。そうそう、はい、ラブの文字が見えてくるっていうようなミプラスさんです。編集的にはなります。カメラが動くんじゃなくて俺らが動く。よーい、スタート。カットいきます。カット。もうちょっと早めの、早めに落ちていくやつ。せーの、はい。はい、カット。カット。本人でもない。でもない。チーズのあれ、ラブ、ラブとか。若干匂い削らなきゃ。スタート。せーの、はい、カット。カット。はい、OK、いただきました。はい、これカット OK です。で、この青い紙です。青い紙になります。よーい、スタート。カット。こんにちは。はい。
光の動きを早くする。はい。ね、はい、よーい、スタート。よーい、スタート。ありがとう。カット。OK です。OK。吉田亮さんは CM の方は終了になります。ありがとうございました。お願いいたします。こちらから、よーい、スタート。せーの、はい。いいですね。チェックします。スタート。せーの、落ちるとき、最初なんで気をつけながら安全に落ちてください。よーい、スタート。足を先に向こうに。スタート。綺麗。いただきまーす。せーの、はい。30分です。OK です。ありがとうございます。ブラボー。めっちゃ可愛い。最新の形。よーい、スタート。はい。1、2、3、4、5。はい、カット。カット。はい。いただきました。カット。じゃあこれカット OK。 はい、よーい、スタート。はい、じゃあすいません、あと2分だけちょっと撮らせてください。はい、ちょっともう一回やってください。もう一回やってください。スタート。うん、そうそう、いいですね。その感じで、一回手もちょっとずっと動かし続けてて、はい。で、ちょっとキラキラもちょっと足して、はい、カット OK。カット。素晴らしい。はい、いただきました。じゃあこのカット OK になります。ありがとうございます。じゃあこのカット見て、浜辺美波さん CM の撮影終了になります。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。美味しかったですね。なんかすごい、まあ、甘さもあるし、やっぱりそのなんだろう、まあ、いちごのなんかちょっとした酸味というか、なんか甘さの中にちょっとこの爽やかな感じがあって、すごく食べやすかったですし、なんか、まあ、パッケージがすごい可愛らしいから、なんか女子向きかなとか思ってたんですけど、味は全然男子も食べてもなんか好きそうな味だなと思いながら食べてましたね。高校生とかの時は運動後とかに、運動前とかにエネルギーとして板チョコをみんなでバリバリ折って食べてたんですけど、その時にこのいちごだったらこうちょっと爽やかな甘酸っぱさもあるのでぴったりだなと思いましたし、すごく私いつも冷蔵とかして冷やして食べたいんですけど、これ甘酸っぱさをすごい感じたいので、そのまま常温のまま食べるのもおすすめだなと思いました。その全カットも本当に衣装を変えて、ちょっとずつそのヘアスタイルとかもチェンジしながらだったので、なかなかこの、まあ、CM の短い尺の中でポン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 こう雰囲気も変わっていくのはすごい面白いなと思ったし、僕結構なんか板チョコサンドみたいなのあったじゃないですか。板チョコ挟んで生クリームとかそのいちごとか挟んで食べる、あれ売れそうっすよね普通に。あれちょっとやってみたい。女子とかなんか売ってたら買いそうな感じだなと思いながら、なんかちょっと面白かったっすね、うん。
あまりなかったですね。あの今回はあのチキン距離チョコを食べるシーンで、あそこはコンテ見てすごい近いな、大丈夫かなって思って気まずいかなとか思ったんですけど、結構その協力プレイであのタイミングとかねやって、あの楽しく撮影できたのですごいあの心強かったです。慣れたのか分かんないですけど、今回私が先に目を外してチョコ食べるっていうシーンだったので、なんか先に外せたんでよかったです、はい。最近のマイブームで言うとホワイトチョコ好きです。へえ、はい、今までブラック派だったんですけど、あのホワイトって結構風味がホワイトなんか来るじゃないですか、だからそれが好きで、なんかこうチョコレートを食べてる感覚がすごい強いので、結構今好きでハマってます。今はラブは白かなと思います。では吉田さんのラブなフレーバーはどうでしょうか。まあ結構やっぱ全部違って美味しいんですけど、まあでも僕はやっぱブラックカカオ 50% でしたっけ、ブラックがやっぱ美味しかったかなというか、やっぱ程よい甘さもあるし、なんかすごいやっぱ味がしつこくないから、なんか全然食べてても飽きない感じがして、すごい食べやすかったなっていうので、ああいうのなんか現場でちょっと疲れた時とかに食べて、まあコーヒーとか飲みながらだと結構いいんじゃないかなと思いましたね。まあ、今というかずっとですけど、僕はもう漫画ですね。漫画はもうずっと読んでるんですけど、最近転生系っていうのにめちゃくちゃハマってて。わあ、そっち。わかります？はいはい。そう、転生異世界もの？異世界行っちゃうんですよ。異世界行っちゃうんですけど、行っちゃいますよね異世界。行きますね。あれにすっごいハマってて。めちゃくちゃ種類あるんですけど、ほぼ内容一緒なんですよ主人公がブラック企業を勤めてて過労死してパッて目覚めたら全然知らない森で起きるみたいな、で気づいたらなんかすごい能力持ってて、うん、その能力でもう敵を無双するみたいな、うん、もう本当に何にも考えずに読めるんで、うん、転生系もうめちゃくちゃ読んでますね最近。浜辺さんのラブなものを教えてください。私は最近買ったものなんですけど、高さのあるスリッパ。家でスリッパ履かれます？履かない。あ、なんか私もそうだったんですよ今まで。その方が足からの感覚も伝わるから、ちっちゃい子とかだと頭の発育が良くなるらしいんですよ。なんですけど私もそっち派だったんですけど、むくんで帰ってくるときに素足で痛いときあるじゃないですか、うん、その時にこう足の土踏まずだけこうちょっと盛り上がってるから、歩くとき楽で、こう疲れて帰ったときでも家事を全然歩き回ってできるスリッパみたいな感覚で、もうあれをずっと履いてます。すごいおすすめですよ。それ自分で気づいたんですか？これ足元から買えないとこやって閉めたんですか？いやな、多分ずっと気になってたんですけど、結構買ってなくて、なんかなんだろうな、ちょっと痛いかなとか靴擦れするかなみたいな意味で買ってみたらすごい合ってたので、あと値段もそんな高くないし、めちゃくちゃいろんな人にお勧めしたいと思ってます吉田、はい、さんもぜひよければでスリッパって気づいたらどっか行ってないですか？あ、行ってます。もう行ってますよ、ね、探しに行きます。もうどこで脱いだっけみたいな、片方だけどっか行ってたりとか、ありますよくあるから。僕も買うんですけど、家に10個ぐらいあるんですけど、うん、1回も履かないっていう。わかるんですよねいやでも布スリッパとはじゃないんですよそれは。あ、なるほど。硬いやつなんで、うーん、ちょっとまた別ですね。なるほどね。ちょっとチェックしてみます受験だもんな。難しいなぁ。ハメさんから。はい、私は、自分を信じて幸運を祈ってます、頑張ってねと書きました。あの
私自身あの受験の経験は中学校の時が一番本格的な受験だったんで、今高校は軽くで大学行ってないので、だからその気持ちを心から分かるかというとそうは言えないんですけど、やっぱりもうその受験の日までにかけてきた時間というものはやっぱり存在するので、そこへかけた思いと日々時間を信じて、自分を信じて、あの振り返らないで前向きに集中してほしいなという思いと、ただただ幸運を祈ってますという思いを込めました。とても悩んでいた岩田さん、お願いします。いやもう本当に言いたいこといっぱいあるんですよ。言いたいこといっぱいあって、まあでもやっぱこれかなって思います。じゃん、気合気合です。声が受験は気合です。もう本当に、まあ、僕はあの高校受験だけなので、その大学とかのは行ってないですし、まあ、全部知ってるかっていうとそうではないんですけど、もう結局これなんですよ、気合。僕その高校受験の時とか、僕の通ってた塾が勉強合宿みたいので44時間ぶっ通しで勉強させられて、でもそれぐらい気合入れてやったらマジで頭良くなったんですよ。なんか最初はもう偏差値とかももう超底辺の底辺にも入れないぐらいだったのが、もう上の下ぐらいだったら入れるぐらいまで一気に上がって、だから多分もう本当に気合なんですよね、受験はね。もう詰め込んで詰め込んで勝つ気合、頑張れ。ありがとうございました。はい、締めていただいたので以上になります。はい。浜辺美波さん、新成人おめでとうございます。おめでとうございます。はい、そこで今回ですね、浜辺さんに新成人のお祝いをしたいと思います。今回お祝いとして、じゃじゃん、なんだろう、いきます。ちょっと怖いぞ。あー、うわー、すげえ。すごい。ロッテさんからガーナミルクチョコレート1年分をいただきました。ありがとうございます。改めて新成人おめでとうございます。ありがとうございます。ぜひ一言お願いします。え、365枚ってことですよね。あら、まあ、いやすごいですね。すごい、 いや本当に嬉しいです。あの新成人をこういった形で皆さんに祝っていただけるなんて、もう本当に幸せ者だなと思います。本当チョコレートも自分でもそうですけど、いろんな人とシェアして絆をさらに含めて、たくさんのいい人たちに囲まれて、もっと成長していけるような年にしたいなと思っています。ということで、新成人になった浜辺さんにはですね、20歳の抱負をこのガーナ特製の絵馬に書いていただこうと思います。はい、準備はよろしいです。お、書きます。いいですか、準備。はい、ではお願いします。お願いします。では発表お願いします。はい、ほがらかにです。ほがらかに、それはどういった、はい、理由でしょうか。ちゃんとしたい、こう正しく前を向いてやる責任感を持つっていうのはもちろんあるんですけど、それよりもこう心を穏やかに、人に対して朗らかに、自分も朗らかに、こうあの焦らずに進んでいけたらなっていう思いを込めて朗らかにしました。そんな女性になりたいです。素敵。はい、ちなみにあの、はい、新成人である、あの二十歳の頃の吉田さんはどんな方だったんですか。二十歳の時はもう飲みまくってました。え、まあ本当に地元の友達と遊ぶのがもう人生の全てだったんで、でまあやっぱ二十歳になってお酒が飲めるようになったっていうのもあって、なんかすごいテンション上がっちゃってて、いいと思います。あれ、そして今回特別に当日の写真を持ってきていただいたとお聞きしました。はい、え、見せていただけるんですか。これですか。あら、ああ、かっこいい。いいですか、見せちゃって。これお願いします。じゃじゃん、すごい、本当に、すごい、絵みたい。
20歳の時にイベントをやったんですよ。そのファンミーティングみたいなもの。多分その時も確かあの墓まで出たから、多分その時の写真じゃないかなこれ。すごい。多分ですけどね。違ったらごめんなさいですけど。いやすごい。はい。新成人の皆さん、この度はおめでとうございます。皆さんもついに大人の仲間入りということで、僕にとって大人というのはですね、思いをちゃんと言葉にできる人かなと思います。僕もそんな大人になれるよう日々頑張りますので、皆さんも自分なりの目標を持って一緒に頑張りましょう。応援してます。おめでとうございます。一緒に新成人になる皆様、この度はおめでとうございます。一緒に前を向いて新しい階段を一つ一つ登っていけたらなと思います。私にとって大人は自分のことだけじゃなくて人のことも考えられて包み込めるような人だと思っています。私もそんな人、大人になれるように頑張っていけたらなと思います。